はい、皆さんこんにちは、しゅんまるです。今回はダイエットを失敗しないようにする方法を3つ話したいと思います。それではまず1つ目、目標を定めること。僕の場合はですね、韓国の男性アイドルグループのモンスター X っていう、グループがあったんですけど、その中のメンバーの一人でウォノさんっていう人がいて、その人がとにかく筋肉ムキムキで腹筋もバキバキだったんですね。で、曲も好きだったってこともありますし、その人みたいになりたいと思ってダイエットを始めました。だから当時は携帯の写真フォルダとかにすごいウォノさんの写真とかを保存して、目標を見失わないようにしていました。パッと携帯を見たら、待ち受けにウォノさんが映ってたら、あ、自分はダイエットしなきゃいけなかったんだとか、そういう強制力にもなりますし、何でもいいんですけど、目標はしっかり持ってダイエットする方がダイエットを成功する確率は上がります。2つ目は食べないダイエット。断食とかファスティングっていうような1日1食にするダイエット方法みたいなのが巷で流行ってるというか、 SNS でもすごいそういうのでよく見るんですけど、失敗する確率が上がるんじゃないかなって思います。それはなんでかっていうとですね、僕昔めちゃくちゃ太ってたんで、太ってる方の気持ちっていうのがすごいわかるんですけど、食べない時間っていうのが長くなってしまうと、1日2日であればそういうのを我慢できると思います。それを半長期的にやるとなったら、やっぱりちょっと難しいと思うんですね。僕の YouTubeをご覧になってる方って、だいたい僕と同い年ぐらいの方が見ているというデータがあるんですけど、僕ぐらいの年頃の人って付き合いで飲みに行くとか、そういうイレギュラーなことがすごい起きるんですね。だからってそういう機会に、あ、自分は断食してるんで今日は飲みに行けないですとか、なかなか言えないと思うし、断るのとかってすごい難しいと思うんですね。1日2日で体脂肪がめちゃくちゃ落ちるってことはないので、3ヶ月とか、だいたい半年ぐらいは続けていかないと、目に見えるぐらいの変化っていうのは訪れづらいです。プラス食べれない時間が続くってことは、逆にストレスになってしまうってことがやっぱりあると思います。特殊な方法でダイエットするよりか、1日3食しっかり食べて、でさらに PFC 管理もするっていうやり方の方が失敗しないと思います。最後にですね、3つ目、他人と比べないっていうことです。 Twitter とか Instagram っていう、SNS ではすごい体の絞れてる方とか腹筋バキバキな方の投稿ってよく見ますよね。で、そういう方と比較してしまう方がすごい多いように感じます。食事制限も頑張ってるし、筋トレも頑張ってるのに、そういう Instagram とかに出てるバキバキな人に全然ならないと。だから、それが悔しくてやめてしまう。ですけど、逆にやる気が上がるんだったらいいんですけど、比較した上で自分が劣ってるっていう考えるのはすごいもったいないと思います。人間っていうのはすごい比べてしまう生き物なので、他人と比べるなっていうのはすごい難しいとは思うんですけど、なるべく過去の自分と比較するようにしてください。で、やっぱりダイエットとか筋トレとか続けていると、ちょっとずつですけど体って変わっていきます。1ヶ月ないし2ヶ月ぐらい前の自分の写真と見比べてみると、かなり変わってますので、新しくなった自分を褒めてあげる、そういう思考になった方がモチベーションも上がると思うし、逆にもっとやってやろうっていう気持ちになると思うので、他人と比べずに過去の自分と比べるっていうことを意識してダイエットすると失敗しにくいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はダイエットを失敗しないようにする方法3選ということでお話しさせていただきました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、またの動画で会いましょう。バイバイ。